私はゼーレ、ベロブルグ仮想部の遅延のメンバーよ。一緒に仮想部の未来を見届ける？いいところに来たわね。巡回に出かけるわよ。ちょっと立ったまま寝るつもり？無理せずにここは私に任せて、早く休んできなさい。私の小さい頃？フック10人分くらいの破壊力はあったわね。地下で生活していても私はこの町に埋もれたままでいるつもりはないわ。鎌の刃を十分に早く研ぐことができれば安心して枕にできるわ。悩みってほどじゃないけど、診療所で子供の頃大好きだった漫画を見つけたのに全部子供たちに貸し出されてしまったのよね。ボスの言う通りだったわ。理不尽な奴に対してはナイフの切っ先がよく効くのよ。あんたの言うパムってやつ、なんだか喋るぬいぐるみみたいね。私が会うことって可能かしら？小さい頃からダダをこねて暴れてもナタには通じないと理解していたわ。彼女は医者で人を治療することができるから。あの子は無口だけど私を拒んでいないことはわかるわ。スバローグは人類は争いを好むとよく口にしているけど、無抵抗のまま交代するだけで平和が手に入るのかしら？何かを依頼するのはいいけど、彼と友達になっても結果的に自分の負担を増やすだけよ。毎日遊び回っている姿を見ていると、いつか本当に有名になるんじゃないかと思うわ。ボスがいなかったら今の私はいなかったはずよ。私たちは初めてベロブルグの本当の空を見たのよ。同じ空をね。